願いします。
かかった以来、苦労話の一つや二つ聞かせろと、手を取りゆくのも絵空ごと、最も偉大なシンガーの曲を、自分なりには訳しました。もう今日はあんまり MC したくないので、本当にこんな感じですと、よろしくマーモン。夕暮れ街角にラブソングが、雨の夜に流れてる、色づいた日帰り爆撃の疑いの薄っぺらさや、君だけが知る僕の秘密、せなかった何もかも、それはきっと君もそうだろう、認めることはないだろうけど、なみなきなきのエブンス、なみなきなきのエブンス、MC をしないと言ったんですが、喉が渇いたので小休止をします。
この間ね、立教通りを歩いておったらですね、まあ音楽聴きながら歩いたんですけど、後ろがトントンってされて振り向いたら、なんか僕全然覚えてないんですけど、多分向こうは僕を知ってる感じの人が、あ、ごめん、やってきて、俺その時寝起きで何も考えてなかったから、脳死で、いや誰って言っちゃったんで、その人寂しそうな顔して前行っちゃったんだけど、今考えたら、ただ絶対このサークルの人だと思うんで、僕の顔知ってるってことね、ここで謝りたいと思います。ごめんなさい、本当に申し訳ない。もうね、顔覚えらんない。1年生見てる？1年生くん見てる？あのね、覚えらんねえんだよ。俺去年もさ、今の2年生わかるかな、全然名前覚えてなかったの。覚えてる？なんかアンディモリ好きな女、嫌いな女とか言いよった。そう、俺は全然顔覚えられんからよ。まあ申し訳ない。もう多分これから、なんか今度ね、またなんだっけな、なんか初心者ライブみたいなやつあるやん。なんだっけ、あるやんな、新入生ライブな。まああれでもう来られても全然わかんないから、そのそっち知ってる程度来られても困っちゃうから、もうちょっとよろしくな、本当に。もうみんな大きな声で挨拶よろしく。はい、まあそんな感じです。次の曲はもう本当やる気なかったんですけど、なんか一昨日ポンってできて、俺普段自分の曲あんま好きって思わないけど、これすごいいい感じだと思ったんで、ぜひ聴いてください。
次は最後の曲です。あ、うん、結構今回急に出るくなったんだけど、楽しい、楽しくない、緊張するわ。やっぱダメだ、人前って怖いです。まあそんな感じで、ありがとうございました。僕がエッチな動画を見てる間に君は好きな人と遊び行ったりしてんのかな。僕がエッチな動画を見てる間に君は苦手だったお酒が飲めるようになったのかな。そんな現実が何気なく日々に溶けてるよ。よくいたの頃に愛したものばかり思い出す寂しさに恋をしてる。夜は抜け出す。僕がエッチな動画を見てる間に君は染めのタバコを吸い始めたのかな。僕がエッチな動画を見てる間に君は名前も知らない男と街を行く。そんな現実が変わってく髪の色に見える。ものばかり思い出す寂しさに恋をしてる。夜を抜け出す。消せない思い出もあるよ。春も夏も思い出になって、僕は永遠がないことを知った。優しさもいつか思い出になるかも。
春も夏も思い出になって、僕は永遠がないことを知った、優しさもいつか思い出になるだろう、なるだろう。